立情報学研究所の小林でごござざいいまますすおはようございます本日はあの学人クラウド導入支援サービスで行っておりますクラウド利活用セミナーについて紹介いたします。こちら先ほど岸のスライドにもあったものなんですけれどもあの導入支援サービスのサービスのメニュー一覧になっております。えっと 本日お話しするクラウド利活用セミナーというものはあの広く一般の方に公開されているものですのであの導入支援サービスに参加していなくてもあの参加することができますで。こちらのワークショップについてはあの先ほどもありましたようにあの、えー、と導入支援サービスに参加の関,の関係機関の方のみの参加となっています。 でまず最初にあのか利活用セミナーを実施した背景なんですけれども、えー、こちらはあの、えー、そのそ利活用セミナーを始める前ですねあの2015年の3月に公開されましたあの文部科学省の学術情報基盤、えー、実態調査の結果ですけれどもこちらにありあの 学外のクラウドサービスのセキュリティ信頼性に対する不安でいうことでクラウド化し,ないしていないという理由の,その調査結果なんですけれどもまず、えー、とトップにあるのがセキュリティ信頼性が不安であるというものとあとその間にいくつか あのえー、費用であるとか学内の事情であるとかネットワークの環境とかいろいろあるんですけれどもそうしあの必要性を感じないというものがありましてこちらはあの毎年やってる調査で少しずつは減ってるんですけれどもほとんど変わらないという状況にな,なっております。であのこういったあの状況があるというのはこのクラウドを使うという 使いたいたとかどんなところに使われているというと情報不足が一因ではないかということがありましたのであのこういったクラウドの利活用セミナーを始めたということがございます。で、えー、とこちら概要なんですけれどもあのこの利活用セミナーは2016年の1月に第1回から。 初めてそこからスタートしておりますで目的はあの現場現場の研究者や教職員が抱いているあの研究教育活動にどのようにクラウドを利用できるかといった疑問を解消することになっていますでこあの研究教育におけるクラウド利用シーンの 実現とと課題をあの想定しまして年に45回ですねほぼ隔月で実施あ開催していますで可能な限りハンゾーズオンであるとかデモも実施するようにしておりますでこの対象者なんですけれども大学研究機関等に所属する教職員研究者技術者大学院生ということになっております であの、導入支援サービスに参加している機関でありますとあの専用サイト、専用のウェブサイトを用意しておりますのでそちらからですねあの、セミナーの内容についてあのセミナーの講師の方から許可が得られた場合にはオンデマンドの配信やあの資料をダウンロードすることができます。 でこのセミナーの参加費はあの無料です。でこちらがこれまで実施したあのセミナー一覧になっているのですけれどもこれまで十七回実施しております。でえっ、ー、と濃い青色で書かれているものがあのハンズオンなど あの実際にあのクラウドを使ってみるというテーマのものです。でこれまで実施しましたテーマをあのカテゴリーについて、えー、分類しあのこちらに大きく分けると3つになるんですけれどもあの教育 研究教育の場におけるクラウドの活用方法、えー、クラウド導入利用に必要なホーム、えー、契約の知識、クラウドを安全、安心、高性能に活用するための知識ということになっておりまして、 まず一つ目の、えー、研究教育の場におけるクラウドの活用方法ということでこちらではあの研究教育の具体的な利用シーンに焦点を上げてってクラウドの活用方法を、えー、提示しています、えー、ここのカテゴリーではですね極力あの実習ハンズオンですねそれを実施してあのしてあの どんなふうにクラウドを使えるかっていうのを実際に体験してもらっていまして PC などのハンズオンの環境は n i i が用意してあの参加者の方は会場に来ていただくだけで大丈夫なようになっていますであの今もう繰り返しになりますけれども実際にその利用シーンに即したクラウドの利用を体験していただいています 実施したテーマで言いますとこちらに挙げられてますようにあのアプリケーションの開発実習であるとかあの数式処理のソフトウェアの活用ビッグデータの解析機械学習ディープラーニング IoT のコーチサービスの構築やファイル共有サービスなどのハンズオンがあります。 で実施例ここ2つ挙げてありますけれどもまず第1回目はモバイルアプリケーションの開発実習ということであのこちらはプログラミング教育を担当する教員の方向けに行ったものなんですけれどもあのスマートフォンであの使うアプリケーションの開発環境をあのクラウドであの活用することであの簡単に実現できるということをあの ハンンズオンとしししてて実際に体験していたただきましたで第5回ではそのクラウド型のファイル共有サービスということでこちらは大学研究機関でシステムを運用管理している職員の方向けに行ったものなんですけれどもあの一般のファイル共有サービスの使い方ではなくてですね実際にエンドユーザーの操作画面や管理者 の画面を見ながらあのそのそファイル教育サービスのデモンストレーションハンズオンを体験していただいてその一般的なコンシューマーの利用ではなくて大学あのなどその組織としてあの,あの利用する場合に重要となる管理機能であるかセキュリティ機能について特に解説していただいて非常にこちら好評でした。 2つ目のカテゴリーで、えー、クラウド導入利用に必要なホーム契約の知識ということであのー、まず、そのクラウドの導入利用にあたってはその契約で約款 SLA などですね法律や契約の知識が必要になってきます。 ののであのこちらについてはあの弁護士の方にあの来ていただいてクラウド利用にかかる法務関連の開設を実施しております。こちらは年1回あの行っていて毎回、非常に多くの方にあのご参加いただいています。えー もう一つですねクラウド上でその有料ソフトウェアを利用する際のライセンスの購入形態規約ってがその事業者ごとに方針やルールが異なりますのでその大学研究機関で使うところにその分かりにくいという声が多くありましたのでこちらについてはあの大学研究機関からでニーズの高い 多いソフトウェアの事業者の方に来ていただいてですねその事業者にそのライセンスの詳しい解説を行,いまし行っていただきましたこちらあの,あの1事業者約1時間とかなり丁寧に行っていただきましたのであの参加していただいた皆様もあの非常によく理解できたということでこ,こちらも好評で でこちらがその実施セミナーの実施例ですが昨年行った法律のセミナーですねあのクラウド利用に関する法的な留意点ということであのクラウド調達を行う教職員の方向けに行ったものなんですけれども内容としてはこちらにありますように。あの 事業者と利用者内の,の権利義務やあの2020年からあの始まります改正民法におけるえ提携約款の規定でありますとかソフトウェアライセンスの扱い BYOL の注意点あとその個人情報に関わる課題 やあの GDPR への対応、その他あの外海外にデータセンターがある場合の,あの法律の取り扱いについてお話しいただきましてあの時間がある場合にその場で簡単に答えられるものであればあの弁護士の方が直接あの,あの質疑応答で対応していただけることもございます。 で3つ目ですけれどもクラウドを安心あ安全安心高性能に活用するための知識ということであの冒頭で紹介しましたように大学の調査結果ではですねそのクラウあセキュリティに対する不安が一番高かったんですけれどもその一方でですねセキュリティ強化のためにクラウドを選択 最近ではそのセキュリティ強化のためにクラウドを選択しているという企業の調査結果というものもありまして正しく理解してそのクラウドを利用すればオンプレミスのシステムよりも高いセキュリティが実現可能という認識も広がっていることがあります。そういったことであの 大学研究機関クラウド提供事業者あとセキュリティーソリューション提供事業者から対策であるとかその取り組みについての解説を行っていましてもう一つですねクラウドを安心安全高性能に利用する方法としてその NII の,あのサイネットクラウド接続サービスがあるんですけれどもこちらはあの事業者と NII へのその 申請手続きなどそのいろいろネットワーク設定など技術面の対応いろいろやらなければいけないことが多いのであの利用開始までにの手続きであるとかそのそれまでに準備すべきことなど作業量が分かるようにワンストップで情報を提供するということを行っています。でこちらがあの セキュリティ関連のセミナーの実施例なんですけれども、えー、昨年クラウドセキュリティということであの大学 ICT 推進協議会アクシスの年次大会札幌で行われた時に実施いたしましたこちらのセミナーは NII の外で行われた初めてのセミナーです。 でアクシスでこの年次大会で行われましたのであのこの時の参加者対象者としてはあの大学研究機関の方以外でもあのシステムインテグラレーターであるとかあの企業の方もご参加いただけました。でこ,この時の内容についてはクラウドの 調達や運用管理を行行う教職員向けとしして行いました内容はこちらにあるようにあの上の、えー、3つがあの大学研究機関側からの,あの提案であるとか NII も含めた提案でなっていてこう,こういったことに気をつけてあのクラウド化しましょうという。 下の3つがあの事業者やあのセキュリティのサービスの提供会社の方からの事業者としてどういったことを対策しているかということとあのこういったあのソリューションサービスがありますという情報の提供をいただきました。で今あのこれまで17回実施したと。 いうお話をしたんですけれどもあの当初ハンズオン中心であの研究教育の場におけるクラウドの活用方法であるとかその技術志向のセミナーがほとんどだったんですけれどもあのそちらからあのクラウド導入利用に必要なホームや契約の知識であるとか安全安心高性能に活用するための知識 えっと、そのセミナー変遷しておりますまたあの数字は出していないんですけれどもあのセミナーの参加者についても当初は約10名程度と小規模だったものがそのテーマによっては最近はその80名以上の方ご参加いただけるということであのこういったことからそのクラウド導入活用にあたって必要とされているそのあの情報知識 一旦示しているのではないかと思います。でこちらが今年度のクラウドリ活用セミナーの開催予定なんですけれども、まずあのセミナーのテーマについてはあのアンケート であるとかいろんな方からの,あの,あのリクエストいただいているのですけれども法律については例えば個人情報の扱いやライセンスについてはまあ、具体的な製品名を挙げていただいたりされるんですけどあと調達ではそのどんな風にチェックリストを使えばいいとかクラウド導入の事例を知りたいであるとかセキュリティはどんな風に運用すればいいのかというそういうことを知りたいという。あの ことをいいいただいていますこういったことを元にして今年のあの実施テーマを決めたんですけれどもあの大きく分けて2つありましてクラウドの導入利活用に関する具体的な情報提供としてはあのこちらにありますようにクラウド利活用セミナーで実施することにしておりますであと個別の事例など公開新種情報の共有であるとか テーマをあの深掘りして意見交換したいというものについてはワークショップで行うということにしています。でまず今年の1回目にっていうが今,今日のそのオープンフォーラムで行われているものもその活用事例ということで。あの セミナーの,あの回数には入れてないんですけれどもセミナーの一つということであの今回あの皆様にあの情報を提供しようということになっております。で7月にああの大あの 第18回というかハンズオンの予定にしておりましてその後八8月に法律関係で10月から12月にライセンスあるいはセキュリティ関係で年明けにサイネットクラウド接続サービス関係のセミナーを実施する予定にしておりますあのセミナーの実施の詳細につきましては「あの学人クラウド」の公式サイトの情報を上げていきますのでそちらをご覧ください でその他のセミナーとしてあの本日の午後ですねあのオープンフォーラムの中ですけれどもおデマンド構築サービスのハンズオンがあの実施されますで今回はあのオープンフォーラムで開催されるということであの大学研究機関以外の方もご参加いただけますのであの興味のある方は来ていただければと思います。でオン デマー構築サービスはこの前のご講演いただいた室蘭工大であるとか北海道大学そのほか群馬大学とも共同研究とかされていましてあの桑田先生のお話にあったジュピターノートブックの使い方等もあの紹介がありますのでよろしくお願いします。ああととそそのののの他のセミナーとして今言ったその LC4RI ということで NII の研修事業なんですけれども今年から始まるクラウド編ということで Jupyter ノートブックを使ったあのシステム管理の運用についてあのこちら丸1日かけて具体的にあの研修が行われますのでもし興味のある方がいらっしゃいましたらあのこちらの詳細をご覧いただきましてあのご参加いただければと思います。 えとお問い合わせはあのクラウド支援室までお願いいたします。えっと以上で本日の発表とさせていただきます。